ジャージ通勤してたね、そういえばね。あれはね、なんて言えばいいのかな。まあ、言い訳を。言い訳する。一応言い訳今からしますね。はい、まあ、私服は持ってってたんですよ。そうですね。うん。で、初日はやっぱり、うん、その、まあ、ホテルから私服をちゃんと着て、うん、ワールド記念ホールの方に行ってたんですけども、うん、そのホテルからの行き距離しか着ないんだったら、うん、もうジャージでいいのかなって。もう本当にその、うん、ワールド記念ホール着いたらすぐジャージ着替えてリハとか入っちゃうので、そうだね。ちょっと、すいません。謝りましたね。すいません。すいません。埼玉、ね、そうですね、うん。まあ、ちょっと、私服を着るように、ちょっと頑張りたいかなという思い、うん、まあ、多分、ジャージになると思っちゃうんで。でも、あれだよね。オミはね、ほんと毎日ちゃんと私服を着て。着てました。そこはもうね、はい、もう偉いですね。着てました。なんでですか？なんかね、自分の気分。やっぱ、私服で行って、うん、なんかこう、まあ、そこからこうテンション上げる。だってさ、もう着いてすぐ着替えるわけじゃん、うん、何それなんかモバイルの写真とかをちょっと結構気にしてた。まあそれもあるけど、なんか自分の気分的にもこう、なるほどね、起きてそのままジャージで行くっていうよりかはこう着替えてよっしゃライブだっていう、あ、一回ねそれで切り替える感じも自分の中であったかもなって思うんですけど。そうですか。まあそんなジャージ姿のリュウジを見れる舞台裏のぞき見ブログなんですけども、はい、なんか埼玉でねまたリュウジ君もこの指摘があったっていうことでまあどんな感じで登場してくれるか、私服を着なきゃいけないみたいな流れになってますけど、まあそこで、まあそこもねちょっと楽しんでもらえる、ジャージを通してくるのか私服を織り交ぜてくるのかはちょっと見てのお楽しみということで。そうです。